スコットランドによるアメリカ大陸の植民地化はパナマのダリエンの植民地などスコットランド王国が開拓した後に失敗あるいは放棄したもの1707年統合法でグレートブリテン王国ができた後はスコットランド人が全部あるいは大部分を占めたイギリス植民地またカロデンの戦いやハイランドクリアランス後に再開拓を強いられたものなど様々な形態があった アイスランドの赤毛のエイリークの佐賀によれば、ソルフィン・カルルセフニが覇気という男及びヘキヤという女のスコットランド人、奴隷二人を連れて、ビンランドに遠征したとされている。この二人は、その地域を開拓するためには安全かどうかを確かめるために、一中や留め置かれた。彼らは生き残り、古代スカンジナビア人の集落ができた。これは、ランスをメドウで発見された。 北欧人開拓地である可能性がある。スコットランド貴族の初代、オークニー伯爵ヘンリー・シンクレアが14世紀に北アメリカ大陸を探検したという説もあるが、記録に残る最も初期のスコットランド開拓地は1621年のノバスコシアである。1621年9月29日、スコットランド王ジェームズ6世が、初代スターリング伯爵。 ウィリアム・アレクサンダーに植民地建設の直挙を与えた。1622年に最初の開拓者がスコットランドを出発したが、当初は失敗し、初めて高級的な開拓地ができたのは1629年になってからだった。法律上のこの植民地直挙では、ノバスコシアをスコットランド本土の一部にしていた。このことは後に、 イングランドの公開法を回避する手段に使われた。ジェームズ6世は、能力のある移民を十分な数だけ確保することが難しかったために、1624年に、順弾尺という貴族階級を創設した。この尺位は6人の労働者あるいは手工業者を十分に武装させ、2年分の衣服と食料を与えて、ノバスコシアに派遣するか、ウィリアム・アレクサンダーに、 金3000マークを与えるかで獲得することができた。1627年には順断尺を獲得するものが多かったので、ノバスコシアに送る開拓者を多く確保できた。しかし、この年にイングランドとフランスの間に戦争が起こり、フランスは1604年に一度植民地を作りかけていた。ノバスコシアのポートロイヤルに再度開拓地を建設した。 その年の後半、イングランドとスコットランドの連合軍がフランスを破り、フランスの開拓地をスコットランドが占領したが、そこは長くは続かなかった。1631年、イングランド王チャールズ一世の下で、スーザ条約が調印され、ノバスコシアをフランスに戻した。スコットランドはまだ歴史の浅いノバスコシア植民地を放棄するしかなかった。 1625年ジェームズ6世からニューギャローウェイのケープブレトン島開拓の直挙が出された。しかしこの土地はノバスコシアと同じような問題によって植民地化されることはなかった。1683年11月23日、イングランド王チャールズ2世が24人の領主に対してニュージャージー植民地の直挙を与えたが、そのうち12人は、 スコットランド人だった。この植民地は、イングランド人が入植した、ウェストジャージーとスコットランド人が入植した、イーストジャージーに分かれた。スコットランド植民地の中で推進者となったのは、ユリエのロバート・バークレーであり、著名なクエーカー教徒であり、初代イーストジャージー知事になった。クエーカー教徒は重要な戦力であり、イーストジャージーのすべての領主が、クエーカー教徒だったが、 1660年代と1670年代のクエーカー教徒に対する迫害の影響も一部あったので開拓者としては宗教や熱心さよりも全国的な範囲で求められた。1680年代、約700人のスコットランド人移民がイーストジャージーに渡ったが、その大半はアバディンとモントローズの出身であり、そのほぼ半数は年季暴行として渡った。 1685年からは移民たちが望んだわけではないが、壁ナンターで逮捕されたものの国外追放で移民が増えた。彼らはついた当初年期暴行とされたが、自発的な方向ではなかったので裁判所が自由の身を宣言することになった。1690年代、イングランド王はウィリアム3世かつ、スコットランド王はウィリアム2世が、 ジェームズ2世を支持した領主に対抗したために、スコットランド人移民の伸びは鈍化した。再び増加するのは1720年代になってからだった。イーストジャージーへの初期移民は、クエーカー教徒、聖光会委員、長老派教会員だったが、1730年代までに長老派教会が支配的な宗派になった。1697年まで、 イーストジャージーの歴代知事はすべてスコットランド人だった。1702年以降になっても政治と実業界では強い影響を持ち続けた。この1702年にイーストジャージーとウェストジャージーは王室領植民地に統合された。カロライナ植民地は1680年代初期のイングランドによる植民地だったが、オキルトリーのジョンコクラン卿や セスノックのジョージ・キャンベル卿が、スコットランド人のために交渉して二つの軍を購入した。これには、カロライナ植民地領主の指導者である初代シャフツベリ、白爵アントニーア・アシュリー・クーパーの支援もあり、カベナンターに対する天国が意図された。ここのスコットランド人は、両親の自由と植民地の自治が保障され、土地は、チャールズタウンから、スペイン領地の方向に広がっていた。 1684年148人のスコットランド人移民が現在のサウスカロライナ州ポートロイヤルに到着して植民地を建設した。この場所は元フランスやスペインの開拓地だった。スコットランド人移民はその地をスチュアーツタウンと名付けた。入植してからはスペイン人と同盟したインディアンやチャールズタウンのイングランド人との紛争が続いた。 イングランド人は、スコットランド人の上に権威を確立しようとし、また魅力的なインディアンとの交易権も確保しようとしていた。スコットランド人移民もしばしば、スペイン人と同盟したインディアンや、サンタカタリーナにあった、スペインの伝道書を襲った。また交易を行うインディアンには、スペイン人を直接襲うことを奨励した。1686年。 スペインは報復のために3隻の艦船に150名の兵士を乗せて送り込み、同盟インディアンと共にスチュアーツタウンを襲った。スコットランド人移民は薬病が流行ったために防御ができる者はわずか25人しかいなかったので、スチュアーツタウンの町は消失した。イングランド人は領主から干渉しないよう警告されていたので、報復措置を取らなかった。 ダリエン計画はおそらくスコットランドによる植民地経営で最もよく知られており、かつ最悪の結果に終わったものである。1695年、スコットランド議会でアフリカインド貿易のスコットランド会社を設立する法律が成立した。これにはイングランド王を兼務するスコットランド王はウィリアム2世による国王裁下が与えられた。 この方では会社にアフリカとアジアでの31年間貿易独占権を与え、船舶に武器と装備を施し、アメリカ、アジア及びアフリカで住民がおらず所有権主張も行われていない地域であれば、植民地を建設する権限を与えていた。これらの権限は、イギリス東インド会社に与えられたものと同等であり、イギリス東インド会社は、 スコットランドにライバル会社ができることに反対していた。この会社の資本金は40万ポンドであり、スコットランドのみで集められた。これは、イングランド商人やイングランド政府が、アムステルダムやハンブルクで株が売られるのを妨げたからだった。この対抗策により、当初意図されたように、イングランドで株が売られることも妨害された、1696年、2500人の スコットランド人移民が二手に分かれて、パナマ地境のダリエンで、貿易植民地を作るために出発した。これら開拓者は、元軍人、宗教関係者、商人、水夫を呼び、豪氏の若い息子たちで構成されていた。土地は一人当たり50ないし150エーカーが割り振られた。植民地政府は、地域社会で運営されたが、 その議長は2週間ごとに交代することになっており、そうすることで開拓者が直面する問題を解決するために滞りが起こらないようにした。その問題の中には、スコットランドで基金があったために食料に不足したこと、スコットランド人に植民の経験が乏しいこと、マラリアなどの病気、悪天候及び、スコットランド人が入植した土地の領有権を、 主張しているスペインが近くにいることなどがあった。この貿易植民地では、太平洋と大西広市双方から通りかかる船舶との貿易をする目的があったが、カツラ、靴、聖書、毛織物製品、及び土管など貿易対象品があまり良いものではなかった。この植民地は、1695年の法律では、 ウィリアム2世の援助を受けることを約束されていたが、イギリス王室あるいは西インド諸島やジャマイカにあるイングランド植民地から何の援助も受けられなかった。スコットランド人移民はスペイン人からの襲撃を受けた。1699年、彼らはジャマイカ人の船長を雇って、死略船として、 スペインの船舶を襲うことでこの問題に対処しようとしたがあまり実績を残せなかった。その後間もなくスペインが兵士500名の遠征隊を派遣してスコットランド人移民を一掃した。この時開拓者の多くがすでに病気や上で数を減らしていたのでこの結果は効果的でありスコットランドの植民地は終わった。ジョージアのデリエンは イギリス領ジョージア植民地にできたスコットランドの開拓地だった。そこは失敗に終わったパナマ地境の開拓地にちなんで名付けられたが当時ニューインバネスの名前でも知られた。1736年1月にジェームス・オーグルソープ将軍が開拓者軍人として重保した177名のスコットランドハイランド地方の移民によって設立された。彼らは 新しい開拓地を作ることと、ジョージアの他の土地を南のスペインから守る干渉剤としての役割を与えられた。スコットランド人移民は、周辺地域に多くの軍事用トリデを急速に建設し、農業であまり成果を上げられなかった後は、生き残りのために牛の飼育と木材の伐採に特化した。1739年、 この植民地の著名人18人が、ジョージアにおける、奴隷制導入に反対する最初の請願書に、署名した。これは、サバンナの住民が奴隷制禁止令を撤廃させるべく、オグルソープと、理事会に単願書を提出したことへの反応だった。この時は、スコットランド人移民の請願が成功し、奴隷制が導入されたのは10年後の1749年に、 なってからだった。ジャコバイトとハノーバー家側開拓者の間に紛争はあったが、この植民地はかなり成功し、1737年と1741年には新たな移民が加わった。しかし、スペインやその同盟インディアンとの衝突は続いていた。1739年10月にジェンキンスの耳の戦争が起こった時、スコットランド人は、 スペインの砦を5箇所征服し、戦闘オーガスティンでは包囲戦を挑んだ。しかしその後のモサ砦の戦いで敗れ、ダリエン10人の51人が戦死するか捕虜になるかした。これにもかかわらず、ジョージアのスコットランド開拓地は存続を続けた。ありがとうございます。